ボージャーシティは、アメリカ合衆国ルイジアナ州北西部に位置する都市。州大三の都市、シュリーブポートとレッド川を挟んだ対岸に位置する。人口は6万1315人。シュリーブポート・ボージャーシティ都市圏は、角をボージャー両軍を中心に4軍にまたがり、43万9811人の人口を抱えている。ボージャーシティは、ボージャー軍最大の都市であり、また、 地の名前からも、軍庁所在地と思われやすいが、実際には、ボージャー軍の軍庁は、ボージャーシティではなく、その北約2 0トルに位置するベントンに、置かれている。今日のボージャーシティがある。この地の起源は1830年代のエリジアン、グローブプランテーションに遡る。このプランテーションには、加工があり、綿花、トウモロコシや、サツマイモが蒸気船に積み込まれて、 東海岸や南部各地の市場へと運ばれた。やがて南北戦争が開戦すると、この河口から兵士が蒸気船に乗って戦場へと送られた。その後1880年代に入り、このプランテーションが孫の代に受け継がれると、創設者夫婦の孫娘がこの地に将来性を感じ、創設されたばかりであったボージャーシティに土地を売却した。その後まもなく、 この地は発展し始めた。交通網の確立も村の成長を促した。1884年には、シュリーブポートパシフィック鉄道が、1888年には、シュリーブポートアーカンソー鉄道が、1909年には、ルイジアナ・アーカンソー鉄道が、そして1918年には、リキシー・オーバーランドハイウェイが開通し、そのいずれもがボージャーシティを通った。加えて、 20世紀初頭に石油が見つかると、ボージャーシティは、対岸のシュリーブポートと同様に、石油産業で急速に発展した。1925年に起きた大火は、ボージャーシティ中心部の半分を焼き尽くした。この大火を契機に、ボージャーシティの推理や火災放置機が一新され、視聴者が新築された。20世紀中盤、ボージャーシティは、市内を通る国道85号線沿いの、 ボージャーストリップと呼ばれるラスベガスのストリップに例えられた陥楽街で知られた。レッド側に架かるテキサスアベニューブリッジからウェブスター軍との軍境に至るまで国道沿いにはナイトクラブが立ち並んだ。1990年代に入るとシュリーブポートと同様にボージャーシティのレッド下半にもカジノが立ち始めた。ミスター・ボージャーとも呼ばれたジョージ・デメントの姿勢か 1989から2005年にはカジノの収益をもとにセンチュリーリンクセンターの建設やルイジアナボードウォークの整備といった大型プロジェクトが次々と進められた。またデメントは市長選においてダラスからボージャーシティへのアムトラック路線誘致を公約に掲げていた。ボージャーシティは北緯32度31分29秒整形93度42分50秒に 一致している。シュリーブポートとは、ミシシッピ側の支流である、レッド側を挟んだ対岸に位置しており、同市最大の郊外都市となっている。アメリカ合衆国国政調査局によると、ボージャーシティ市は総面積111.8平方キロメートルである。そのうち109.7平方キロメートルが陸地で2.1平方キロメートルが水域である。 総面積の1.89%が水域となっている。ボージャーシティの地域は、レッド川の北東岸、ほぼ平坦な地形の上に広がっている。標高は、視聴者の位置で52メートルである。地域内には、フラット川や、レッドシュートバイユーマックスバイユーといった小さな川がたくさん流れている。ホース州カジノホテルボージャーシティは、郊外都市であるため、 明確なダウンタウンは形成されていないが、シュリーブポートのダウンタウンを対岸に望む、レッド側の下半は2005年に、ルイジアナボードウォークという屋外型、アウトレットモールとして整備され、70以上の店舗や飲食店が立ち並び、事実上司の商業中心地となっている。市内で最も高い建物は、ルイジアナボードウォークの南、週間高速道路 I-20 のインターチェンジの、 すぐ北に立つホース州火事のンドホテルで26階建て高さ87メートルである。ボージャーシティの気候は欠片の気候区分でこそアメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属するが実際には蒸し暑い夏と温暖で過ごしやすい冬に特徴づけられる亜熱帯性に近い気候である。気候についての詳細は シュリーブポート機構を参照のこと、ボージャーシティは市長制をとっている。市長は市の行政の最高責任者であり、行政実務、市政府各局の監督、及び人事に責任を負う。市長は市議会の採択したいかなる条例に対しても拒否権を有する。市長の任期は4年で、他選に対しては特に制限はない。市の立法機関である、 市議会は7人の議員からなっている。そのうち5人は市を5つに分けた小選挙区から1人ずつ選出され、残りの2人は全市から選出される。市議員の任期は4年である。マルガリータビルリゾートカジノ1990年代中盤以降にカジノが立ち始めてから、ボージャーシティを含むシュリーブポート都市圏の地域経済はカジノを中心とした観光業。 サービス業によって支えられている。ボージャーシティのレッド下半には、前述のホース州カジノホテルのほか、マルガリータビルリゾートカジノ、ダイヤモンドジャックスカジノリゾート、およびブームタウンカジノホテルの4つのカジノ付き、ホテルが建っている。また、首トー I-20 と I-220 のジャンクションの北東には、競馬場とカジノ、ホテルを備えた、 複合施設であるハラーズ・ルイジアナ・ダウンズが立地している。バークスデール空軍基地に定期中の3機の B-52H ボージャーシティには、シュリーブポート都市圏最大の雇用種である、バークスデール空軍基地が立地している。この基地は、第一次世界大戦で戦績を挙げた、陸軍飛行隊の先駆け的な飛行士、有人方位バークスデール中意にちなんで名付けられ、 1933年に設けられた。この基地には地球規模攻撃軍団及び同軍団を構成する2つの軍のうちの1つで湾岸戦争や砂漠の狐作戦、アフガニスタン紛争での戦績で名高い第8空軍の司令部が置かれ、その第2爆撃航空団が配備され B-52 を装備している。ボージャーシティを含むシュリーブポート都市圏の玄関口となる。 商業空港は、シュリーブポートのダウンタウンから南西へ約7 5トルに立地するシュリーブポート地域空港である。同空港には、アメリカン航空によるダラス・フォートアース便、デルタ航空によるアトランタ便、ユナイテッド航空によるヒューストン便及びデンバー便のほかアレジャイアント航空によるラスベガス便及びオーランド・サンフォード便、及び グロ航空によるニューオーリンズ便が発着している。週間高速道路 I-20 は、ボージャーシティの市中央部を東西に通っている。I-20 は、テキサス州北部を横断して、ルイジアナ州に入り、サウスカロライナ州まで新南部を横断する、幹線である。I-20 の支線である I-220 は、市北部を迂回するバイパスになっている。また、 ヒューストン都市圏とメンフィスト市圏との間が未成になっている I-69 は市の南東を通るルートが提案されている。I-69 は大部分が未成となっているが、これを全通させ、カナダ国境のミシガン州ポートヒューロンとテキサス州のメキシコ国境を結ぶナフタスーパーハイウェイとする構想が上がっている。 ボージャーシティの公共交通機関としては、シュリーブポート地域交通システムの運行する路線バス網がボージャーシティもカバーしている。この路線バス網は17系統を有し、そのうち3系統がボージャーシティに乗り入れている。ラストン日本置くルイジアナ工科大学は、バークスレール空軍基地内でも、科目を開講している。ボージャーシティにおける K12 課ほどは、ボージャー軍全域をカバーする。 ボージャー軍学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区は小学校20校、中学校6校、高校7校を有しているほか、インターネットを利用した7から12年生向けのバーチャルアカデミーを開校し、約22,200人の児童、生徒を抱えている。バークスネイルグローバルパワー博物館。 センチュリーリンクセンターバークスデール空軍基地内にはバークスデールグローバルパワー博物館が立地している。同館は同基地の歴史に関するビデオの放映や第8空軍第2爆撃航空団に関する事物を展示している。また同館市基地内の屋外では第二次世界大戦で活躍した B-17 や B-24、P-51 から 冷戦時代に導入され、21世紀に入っても使われている B-52、マッハ3の速さを誇る、世界最速のジェットケース R-71 等、数々の軍用航空機を展示している。市の中心部、バークスデールブールバードとモンローストリートの南西確には、ボージャー芸術協議会本部が立地している。同会は1980年、 市当局と地元芸術団体が合同で設立したものである。同会本部はギャラリー、小劇場、土産物店等を備えている。市南部、レッド下半に立地するセンチュリーリンクセンターは1万4000席を有する多目的アリーナである。2000年に建てられたこのアリーナは地元スポーツチームの試合やコンサート、アイスショー、ロデオ等のイベントに使われてきた。 以下に、ボージャーシティ市における1910年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。シュリーブポートボージャーシティ都市圏全体の人口については、シュリーブポート都市圏人口を参照のこと、ありがとうございます。